皆様こんにちは。本日は国際ロボット展大変ブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。これよりプレゼンテーション、そしてそれに先立ってこちら七軸ロボットによるパフォーマンスをご覧いただきます。ではどうぞご注目ください。協調動作でも不良の原因となるロボット間の動機ずれは一切ございません。ティーチングも簡単です。そして特徴の2つ目は姿勢自在の七軸ロボットを使用したハンドリング動作です。ロケ軸ロボットでは実現できない溶接姿勢でも姿勢自在の七軸ロボットであれば最適なワーク姿勢を取ることが可能で溶接品質の向上、溶接時間の短縮に貢献いたします。そして特徴の3つ目はセンサーを活用したロボットの自動化です。ロボットの目の役割を果たす各種ビジョンセンサーに対応、柔軟性の高い生産設備の構築が可能です。こういった技術によりパーツのピッキングから最適姿勢までの溶接をワンセルで実現したロボット溶接システムのデモンストレーションをではご覧いただきます。お願いいたします。まずはじめに非常に難しいとされておりますバラ積みされたパーツのピッキング動作を行います。皆様左上にございます 3D ビジョンセンサーが無造作に積まれたパーツの位置を高速高精度に検知し、そして中央のロボットがその結果に基づき確実にピッキングを行います。そして次に中央の上部にございます 2Dこちらのビジョンセンサーが長尺ワークを自在にハンドリングいたします。そして先ほどこちら中央のロボットが持ちましたパーツと仮付け溶接を行います。このように今仮付けの溶接が行われております。そしてここから4体のロボットで本溶接を行います。皆様こちら頭上にございますスクリーンにも合わせてご注目ください。ここでは3箇所の溶接を予想定しています。まずは中央のパーツとワークの両端を2台のロボットが溶接を行います。この2台が同時に溶接をすることによってよりタクトタイムが短縮できます。またご覧のように5台のロボットが協調動作を行いながらも7軸ロボットの活用によってこのようなコンパクトなセルを構築することも可能となっています。このように協調動作、7軸ロボット、ビジョンセンサーをフル活用した大変だからこそ提案できるフレキシブルな溶接システムをご覧いただきました。皆様いかがでしたでしょうか。では続いて皆様にご案内いたしますのは向かって右側あちらにございます高品質溶接コーナーまでご覧ください。ご協力ありがとうございます。さてこちらは高品質溶接コーナーです。このコーナーでは2つの新製品をご紹介いたします。まず1つ目は今回特にご注目いただきたいのがメタリック塗装を特別に取り入れております新開発のケーブル内蔵ロボット FD26 です。工場のさらなる自動化へ貢献するため塗装力を上げて開発した新型ロボットです。生産現場ではロボットに求められるニーズがますます多様化しております。このため FDB6 は下半質量を従来の 1.5 倍の6キロにアップさせながら動作速度を 15% 向上させました。また内蔵アプリケーションケーブル数も従来の2倍に増加させつつ従来比 10% のスリム化を実現するなど様々な機能性能を業界最高レベルに向上させました。これによりアーク溶接だけでなくハンドリングなど適用効果が広がります。例えばこちらの振動経路との組み合わせでは従来機では後方に垂れ下がっていた制御ケーブルを内蔵することですっきりとなくすことができました。そして2つ目にご紹介するのはシンクロフィード GMA 溶接システムです。
世界最高レベルの溶接技術を駆使し、従来では不可能だった200アンペア以上の高い電流を含め、幅広い電流域でスパッタの極めて少ない高品質溶接を実現しました。それでは実際のデモをご覧いただきます。建築や建設機械などで使用される板厚12ミリの鉄の溶接を、まずは従来の溶接法でご覧いただきます。ではお願いします。よろしければディスプレイも合わせてご覧ください。溶接は300アンペアで行っておりますが、従来法ではスパッタと呼ばれる火花のように飛び散る金属の粒が大量に発生いたします。このスパッタは製品の外観や品質に悪影響を与えたり、産業用廃棄物となるため、スパッタを減らすことは溶接業界にとって非常に大きな課題です。さあ、続きましてはシンクロフェードの溶接です。先ほどと比べてスパッタがほとんど出ていないことをお分かりいただけるかと思います。さあ、もちろん十分に深い溶け込みも得られておりまして、溶接の強度も確保できています。皆様いかがでしょうか。300アンペアという高い電流でも常識を覆す極低スパッタ溶接をご確認いただけたかと思います。さあ、続きまして自動車の排気系部品などで使われる板厚 0.8 ミリのステンレス鋼板の溶接を行います。ではお願いします。さあ、まずは円周溶接です。ステンレスにおきましてもスパッタの少ない美しい溶接が実現できております。さあ、続きましては付き合わせ部分毎分 2.5 メートルの超高速溶接です。あっという間です。目を離さないようにお願いします。さあ、いかがでしたでしょうか。スパッタがほとんど出ず超高速溶接が実現できております。大変が自信を持ってご紹介する高い品質と生産性を両立する溶接技術、いかがでしたでしょうか。溶接